番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。車椅子ソフトボール平井治です。平井治選手、1979年群馬県生まれの43歳、綱広ワールド所属。2歳の時交通事故で首の骨を折り、頸髄を損傷、車椅子生活になりました。その後車椅子ラグビーなどに取り組み、2017年からは車椅子ソフトボールにも挑戦。2018年日本代表に選出されました。現在関東圏内を拠点とするチームグリッターズでキャッチャーとして活躍。去年の8月にアメリカで行われた全米選手権では日本代表チームの初優勝に貢献しました。競技活動の傍ら、車椅子ソフトボールのパラリンピック正式種目入りを目指し、普及活動にも取り組んでいます。平井選手は幼い頃に頸髄を損傷したため、体を自由に動かせる部分はごくわずかしかありません。今私の体を動かせる範囲は胸から上になります。右の方が握力が、ほぼゼロに近い状態でして、左は、握力は10かないかぐらいですか。右手はほぼ握力はないので、ボールを握ることもできないですね。もちろん投げたりもちょっとできないですね、右手だと。2歳の時に交通事故にあったので、その時の記憶はないですね。気がついて、物心ついた時にはもう車椅子の生活をしていたっていう状況です。その後平井選手は車椅子スポーツを始めます。どんな競技に取り組んだんでしょうか。大学生の時に車椅子ツインバスケットボールっていう競技に出会って、それを始めたのがきっかけです。車椅子ツインバスケットボールっていうのは、その普通のバスケットにちょっと障害が重くて、入れない人たちがやるスポーツなんですけども、通常のバスケットボールの他に、1.2 メートルの低いゴールがもう1個設置されていて、で、ゴールが2つあるというところから、ツインバスケットボールっていうような名前がついたんですけども、私たちのように障害が重くても、バスケットボールをできるように、その日本独自に開発されたスポーツです。それまでスポーツ経験はなかったという平井選手。初めて体を動かし感じたことは、今までスポーツやる前って、なんかスポーツって辛いだとか、もう苦しいだとか、そういう印象しかなかったんですけども、実際自分がスポーツをやってみて思ったことは、確かに苦しいとかそういう気持ちはあったんですけども、それ以上になんかその達成感があるというか、できないことができるようになった、その喜びっていうんですかね、そういうのがすごい、もうスッキリするっていうんですかね、そういう気持ちになれたことですかね。そんな中、車椅子ソフトボールに出会ったきっかけは、地元私群馬なんですけども、いつもバスケットボールの練習をしている体育館があるんですけども、そこでたまたま車椅子ソフトボールの体験会っていうんですかね、をなんかやっていて、でそこにそのバスケをやっていた共通の友達がいまして、その人に誘われて、やってみたっていうのが、車椅子ソフトボールを初めてやったきっかけになります。初めてプレーした時に感じたことは、片手しかその使えないとなると、その守備の時にですかね、ちょっと結構大変な部分があったんですけども、自分の場合はその何よりもその今までバスケットボールやったりラグビーやったりっていう経験があって、何しろ足が速いっていうか、その走るのが速かったので、その面で自分の苦手なところよりもその得意なところを生かせたっていうのがすごい印象に残ってます。初めてやってみた時に、その純粋になんか楽しい競技だなと思ったことですね。車椅子ソフトボールと通常のソフトボールで大きく違うところは、まず普通のソフトボールは9人でやるんですけども、車椅子ソフトボールは10人でやるというのが大きな違いになります。それは外野の守備をしやすくするためっていうのもあるんですけど、大きな違いとしては9人ではなく10人であるということですね。平井選手はクワードと呼ばれる四肢麻痺の選手ですが、車椅子ソフトボールにはクワードのプレイヤーにだけ許されている特別なルールがあります。
クワード選手に、まあ、与えられているその大きな特別なルールとしました、まあ、バントができるってことですね。これが非常にまあ有効で、まあ自分なんかすごいものを走るのが持ち味なんですけども、バントでセーフになって内野安打っていうようなヒットになる可能性も、まあ大きく生まれるチャンスです。右手の握力がほとんどない平井選手、片手でバットを振っています。バントの時はそのバットを短く持つんですけども、はじめ長い状態でバットを構えて、自分なりにその瞬時にそのバットを短く持つっていう練習は常にしています。当たった瞬間にもうそうですね、走り出すっていう感じでヒットになることを狙ってます。私は右打席に入ります。自分の走るコースが見えてるので、もう直線で走る感じです。最初は地元群馬のチームでプレーを始め、ポジションは現在と同じキャッチャーでした。キャッチャーを選んだ理由は、私の場合は片手が不自由なんですけども、実際の野球だとまあ、キャッチャーは肩が強いっていうイメージが強いかと思うんですけども、車椅子ソフトボールの場合は盗塁はダメですね。リードはしていいことになってます。私のように手が不自由で、まあそんなに遠くに投げられなくても、一旦そのピッチャーに球を返して、で、ピッチャーから送球してもらうだとか、お互いがお互いをカバーしながらやっていくっていうんですかね。カバーしてもらう部分もあるし、送球がそれた時に、まあ、私がカバーに入ったりとかっていうような役割をするんですけども、まあ、キャッチャーの役割としては、その、最後の砦っていうんですか、カバーのカバーっていうのが大きな役割になる感じかなと思います。頸髄損傷のため、汗をうまくかくことができず、体温の調節ができません。夏場にプレーする時の対策は、体温調節が効かないので、夏場の練習だとか試合はもう本当大変なんですけども、霧吹きっていうんですかね、それにまあ水を入れて、それをまあ自分の体ですかね、頭から顔から手からもう全身にかけるとか、それでその体温をまあ調節とか体を冷やしてるっていうのが対策になってますかね。もう全く汗が出ないですね。平井選手が思う自分の強みは、私は本当にその非常に声が出るあの選手だと思ってますので、まあ常に試合中でもまあどんな時でもまあ声を出してチームを盛り上げたり、そういう感じで試合中で声を出せるってことですかね。平井選手はパワー不足を補うため特訓に励みました。走り込みですかね。こぐ時はまあ両手を使うんですけども、まあ、右の手は握力がないので右は握んないで、その単純に当てて押す感じで漕いでます。車椅子をハンドリムっていうものを漕ぐところがあるんですけど、そこに押し当てて漕いでる感じですかね。車椅子ソフトは外でやる競技なので、アスファルトの路面の上でまあ持久走1日最低10キロですかね、多い時はまあ20キロぐらい走るんですけども、具体的にはまあ外でひたすらもう車椅子を早く漕ぐためにまあ持久走、まあ持久走は10キロ20キロなんですけども、瞬発力つけるためにはその15メートル、30メートル、50メートルダッシュに取り組んでいます。努力の甲斐あって、2018年、初めて日本代表に選出された平井選手。この年、アメリカで開催された車いすソフトボールのワールドシリーズに初めて出場。海外遠征も初めて経験しました。車いすソフトボールの本場っていうんですかね、そのアメリカの雰囲気を、まあ、実際に肌で感じることができたし、ものすごくなんかそのワクワクして、これから戦えるんだっていう喜びっていうんですかね、すごいなんか興奮した記憶があります。本場アメリカでプレーして感じたことは、アメリカ代表初めて見ました。いや本当にもうちょっとビビってましたね。もちろん送球もね、外野からファーストにダイレクトでノーバンで投げる人もいたし、もうなんか圧倒されっぱなしでした。初めてあのワールドシリーズに参戦した2018年はもう日本チームはボロ負けでしたね。一勝できたかできなかったぐらいかだと思います。2019年、平井選手は再びアメリカへ遠征。前の年参加するだけだった日本代表は大きく進歩していました。まあ2回目のアメリカ遠征ということで、前の年のその
初めはもう行くだけで精一杯っていうか、勝つとかそういう勝負のことはちょっとね、おろそかになってしまっていたんですけども、2019年2回目のアメリカに行った時には、来たからこそにはね、今度は結果にこだわろうっていう、そういう気持ちでアメリカ遠征に臨みました。全米選手権は5位。で、国別対抗戦は優勝することができました。初めて車いすソフトボールの歴史の中で、日本代表が、アメリカ代表に初めて勝つという、そういう歴史的快挙を挙げることができました。アメリカに初めて勝った時の心境は、全米で勝てるんだなんてことを思ってもいなかったんで、まあやってきてよかったなって、その時の気持ちは最高でしたね。それから数ヶ月後の2019年10月、今度は日本にアメリカ代表を招いて東京国際車椅子ソフトボール大会が行われました。そして日本は再びアメリカに勝利します。自分のねチームメイトだとか、知り合いの人もね、その大勢国際試合を駆けつけて見に来てくれたので、自分自身のモチベーションも上がりましたし、一生懸命やろうっていうその気持ちがさらに強くなりました。平井選手は去年の8月、アメリカ・シカゴで久々に開催された車いすソフトボールのワールドシリーズにも出場しました。3年ぶりの国際大会ということで、まあ完全優勝ですかね、国別対抗、全米選手権、両方取って完全優勝してこようっていうのが日本チームの目標でした。まずアメリカ国内18のチームと日本とカナダの代表チームが参加した全米選手権が行われました。日本代表は4連勝で決勝へ進出。決勝の相手はネブラスカのチームでした。ネブラスカはまあホームランバッターが何人もいますし、あとその守備の連携っていうんですかね、もうある程度完成されているので、走攻守揃った選手が多い、まあ、強いチームだなと思います。打ち合いになるっていうことは予想していたので、追いつかれても、気持ちを切らさずにまたひっくり返せばいいやという気持ちで、絶対最後まで気持ちで負けないっていう思いで臨みました。日本代表の中でキャッチャーを務める平井選手、主な役割は、キャッチャーはそうですね、まあ守備のシフトを調整したりだとか、あとはピッチャーのメンタル面のケアですかね。マウンドまで向かうのはちょっと大変なので、大きな声を出してピッチャーにまだまだいけるぞ、これからだっていうような感じで、ピッチャーが気持ちよく投げられるように、その気持ちの面でリードしてあげるっていうのが、車いすソフトの場合でもそのキャッチャーの大きな役割だと思います。平井選手のリードもあって、日本代表はネブラスカのチームに11-8で勝利、全米選手権で初優勝という快挙を成し遂げました。最後に日本のホームランバッターがもうホームランを打ちまして、まあ、それで一気に流れが日本に傾いたと思います。最後の最後で逆転して、一気に主導権を握れたかなと思ってます。逆転のホームラン、あの時の気持ちはもう正直、その今までの努力だとかその経験っていうのが報われた瞬間だったんですかね。もうこれ以上の喜びはないなと思いました。もちろんその日本チームがその全米選手権で優勝するっていうことはまあ初めてだったし、現地のチームの選手たちも非常にね、その喜んでくれて、シャンパンファイトっていうんですかね、もう設定してくれて、あの時はもう私は頭からシャンパンかぶりましたね。アメリカ、カナダ、日本の3カ国対抗戦も開催され、ここでも日本は優勝、ワールドシリーズ完全制覇を達成しました。カナダがちょっと直前になって辞退してしまったんですけども、いきなり日本とアメリカの決勝という形でやりまして、まあそこでも勝つことができました。日本チームが一丸となって絶対に勝つんだっていう、そういう気持ちですかね、が一つになった結果だと思います。この大会で平井選手はスポーツマンシップアワードを受賞しました。まあ、明るく元気に、まあ、はつらつとプレーした選手に与えられる賞なのかなとは感じてるんですけども、とにかく私はみんなが楽しくね、気分よく戦えることがベストだと思ってますので、安全に配慮しながらもう楽しくプレーすることに心がけました。平井選手には競技人生の上で思い出に残る一曲があります。クイーンの We Are The Champion です。2019年の国別対抗戦で優勝した時に流れてた曲がこの We Are The Champion です。実際にね、その
曲にある通りチャンピオンになったんだっていうんで、もう胸張って表彰式に参加しました。2028年に行われるロスパラリンピックでの正式競技採用を目指している車いすソフトボール、そのために必要なことは、パラリンピックでその車いすソフトボールが正式種目になってほしいという願いはあるんですけども、まあ現状のところまだ競技をしている国がちょっとなかなか少なかったりとかっていう現状もありまして、この先どうなるか分かんないんですけども、我々ね選手としてはやっぱりそのパラリンピックの種目になってほしいっていうのがその正直な思いですね。競技人口を増やすため平井選手は普及面にも力を注いでいます。国内の大会の時に、まあ、車椅子ソフトボール体験会というのを開催して、多くの人にその車椅子ソフトボールっていう競技を体感してもらうっていうような形で普及活動にも取り組んでいます。今国内には車椅子ソフトボールのチームは何チームぐらいあるんでしょうか。今車椅子ソフトボールは全国に約20チームぐらいあります。日本一を決める日本選手権大会が、毎年7月ですかねに北海道で開催されています。我々グリッターズは今まで去年一昨年と日本選手権を優勝しまして、現在2連覇中なんですけども、今年も必ず、優勝して3連覇達成したいと思います。夏には再びアメリカとの戦いが待っています。今年の夏もワールドシリーズが、アメリカで開催されます。昨年優勝したっていうことがまぐれじゃないっていうことをね証明するためにも、また今年アメリカの地で完全優勝して、これが本当日本の実力だっていうことを示していきたいと思います。平井選手にアスリートとしてこれからの目標を伺いました。自分のようなね障害を持った子どもたちが夢や希望を持ってもらえるような、その目標にしてもらえるようなスポーツ選手になっていきたいなと思います。平井選手にとって車いすソフトボールの魅力とは、障害があってもなくても性別とかそういうのも関係なく楽しむことができるスポーツなので、そしてそれがね世界につながるっていう可能性もあるので、本当私にとって車いすソフトボールはその自分の可能性を広げてくれた競技だと思っております。国内のルールでは健常者も一緒にあの競技を行うことができます。これから車いすソフトボールを始めてみたいという人は国内に登録しているチームがいくつかあるので、問い合わせをして、まあ、練習してる時だとか、あと大会ですかねを見に行って、まあ、体験会とかもありますので参加していただけたらと思います。